parents, and they need some kind of rejuvenation. And so we planned this project. And safe bottled drinking water to the residents of Manami Soma who've been displaced from their homes and are now living in temporary housing in that area. こちらの西部南相馬プロジェクト、小さい子供のいる家族が移転してしまったりしたのを見ているので、これは、まあ、缶バッジをモバイルメッセージアートとして、作ろうということでプロジェクトを行っております。で、約東北から約20名、東京から約20名の、デザイナーを、から缶バッジのデザインをいただき、それで一緒に交流してデザインをし、だからやっぱり東京にいる我々はその忘れないっていうのをちゃんと強く言うってことがすごく大事なんじゃないかと、当時思って、でその忘れないっていう、ちょっとあえてすごくベタな名前なんですけども、忘れないっていう名前のそのプロジェクトを作りました。でもそれもこう、僕らこれがやれる、これがやれるっていうのを合わせて一つの大きなムーブメントができていくと、すごくいいなと思っています。このリブカラフリープロジェクトに関しては、今年の冬にまたもう一回同じような招待旅行を計画しているんですけれども、さっきも話があったように本当は3ヶ月おきとかもっと頻繁にやらなくちゃいけないことだと思ってるんですね。最初の私が持っていたビジョンはそういうものです。でもそれには全然お金も人も足りないし受け入れも足りないので、そのために、まあ、この報告展をやったというのがあると思うんです。だけれどもちょっと今漠然としてて力が足りなかったのは、来てくれて賛同してくれた人がどうやって関わっていくかというなんかこう、やり方をちゃんと明確に示してあげることができなかったので、それはちょっと準備不足だったので、今後その来てくれた人たちに発信していく方法をちょっと考えたいと思う。僕も、まあ、知り合いがこうクリエイターが多かったりもするので、結構来てくれた人にはこの活動の参加を呼びかけたりもしていてですね、やっぱりそのワークショップをいろんなワークショップがこう毎回毎回行われていくっていうのがいいと思うんですね。で、同じのをずっとやってるとやっぱり無理が生じてくるので、その立ち代わり入れ代わりいろんなのが起こっていろんなのが流れていく、でその報告を随時していくっていうのがいいなと思っています。少しずつ巻き込んでいく形、まあ、時間かかるかもしれないけれども、でもまあ被災地の子どもにとってはもっとそれよりも長い時間を生きていかなくちゃいけないわけだから、ゆっくりやればいいと思ってます、はい、でも急ぎだね、ちょっと急がないとね、